今回は何なんだ？今回はロブロックスというゲームのマインシミュレーターにを遊んでくよ。わかんねえからとりまやってくか。そうだな。てかさっきから外野うるさくね？それな。ちょっと閉めてくるわ。オッケー。行こう。一人飛車出たけどいいのかよ。トリマ掘ってけばいいのかな？長押しで掘れんじゃねえの？やってみる。おお、掘れてるぜ。これでどんどん掘って、お金を稼ぐのかな？普通ゲーか。バックパックに5個ブロックが入るよ。溜まったのを売ればいいと思うぜ。バックが満タンになったからお店で売れるよ。売ってみるか。よし。売ってきて5円溜まったよ。よし。バックの容量を増やしに来たよ。お金で増やすこともできるのか。さあやってまいりました。第1回霊夢クイズ。わお。いいだよもう。あと効果をむるせえわ。早速第1問。霊夢は霊夢だけど食べれる霊夢ってなんだ？そんなの知らねえよ。どんな問題だよ。正解は？正解は言ってねえよ。オーマガッ！でしたー。どういうことやねん。お前日本語喋れよ。新しいツール欲しかったよ。おう。性能見せてくれよ。こんな感じ。オーマガッ！石も簡単に壊せるよ。おお。なんだこれ。新しい鉱石、石炭出てきた。しかも1個で10円もするじゃねえか。なんだこれ。ペットのガシャがある。イッツが出てきた。かわいい。おお、なんか変な鉱石が出てきた。後で取ってみるか。と、その前にバッグを購入していく。どんどんストレージが増えていくぜ。おお、1個25円じゃねえか。結構高価だな。いつの間にかペットがいっぱいだな。お金がいっぱい貯まったのでガシャいっぱいしちゃった。へえ。最強の猫のおかげでここまで来れました。それじゃ、バイチャ。